どうなんて済むか。こっちは人生かかってんだぞ。俺は新しい家族の元に帰るんだ。ホテルの人間に化ける怪物が相手なんだよ。すでに従業員のほとんどを取って代わられてる可能性がある。どうすればいいんだよ。ただよ、ヤシマ。ヤシマって顔してる。っていうか、あなたのさんじゃないだろ。答えろよ。ああ、うるさいね。足りない。開き直ってんだよ。早く逃げないとやばいだろ。止めよう、一回止めよう。いや、もうちょっとぶつかってきてくれないとさ。いや、できない。やってるでしょ、ぶつかって。全然足りないよ。いや、俺からしたら純太さんの方が足りないですよ。お前、先輩に向かって何だ、その口からだ。芝居はだって本気でやらないといけないでしょ。ま、この。え、なんすか。バカ野郎。ごめん。まあいいんじゃないですか。